妄想宮にご用でしたら万全の準備をしましょう。どうしたんだ、琴美。そういえば、ここであんたに初めて会ったのよね。そっか、そうだったな。なんで覚えているのよ。は？あの時、私は言ったわよね。私の存在を記憶することを禁ずるって。その後お前は言ったぞ。忘れるんじゃないわよって。言ってないわ。はいはい。あの時は、吉野さんもすごい心配してたっけ。私がお嬢様のことを心配するのはいつものことですから。いつもってそんな。そんなの物心がついた時からよ。そんなに小さな頃から。お嬢様のそばにいるのが私の務めですから。そっか、二人はそんなに古いんですね。ですが、いつかお嬢様は私を必要としなくなるでしょう。吉野さん。何言ってるの、吉野。私にはね、吉野が必要なの。そうおっしゃっていただけて光栄です。ですが、いつかお嬢様も。ふん、吉野は何も分かってないわ。いいでしょう、教えてあげる。私にとって吉野がどれだけ必要かをね。まずは美味しいコーヒーが飲みたいわ。駅前広場のマクセルシオールへ行きましょう。お嬢様。琴美のやつどうしたんだ。妄想宮にご用でしたら万全の準備をしましょう。吉野、ブラックコーヒーの S が飲みたいわ。ああ、それだったら僕が琴美ちゃんの分も買ってくるよ。あ、待ちなさいよ。瑞希な、昔からああいう性格なんだ。ふん。はい、琴美ちゃん。一応、礼を言っておくわ。やっぱり、コーヒーといえばブラックよね。お砂糖は何個欲しいのかな。だからブラックって言ってるじゃない。もう無理しなくていいんだよ。だって欲しそうな顔してるもん。ふん。それじゃあ10個もらえるかしら。え、10個？そのくらい普通じゃない。それとミルクも欲しいわね。ねえ、それだったらカフェモカとか頼んだ方がいいんじゃない。カフェモカ？何よそれ。それはね、楽しそうで何よりです。吉野さん、今のお嬢様はご友人と一緒にコーヒーを飲むことができます。それに新しい世界を教えてくださるご友人もできたんです。吉野、次へ行くわよ。中央通りのゲームセンターよ。はい、お嬢様。ねえ、どうして吉野さんは全然楽しそうに見えないよ。セーブポイントですし、休憩になさいますか？吉野、次はここよ。いいぜ、相手になってやる。なんであんたなのよ。俺と勝負するのが怖いのか。ふん、いいわ、八つ咲きにしてあげる。覚悟なさい。お嬢様、実に楽しそうです。だけど吉野さんは寂しそうに見えます。これが親心というものなのでしょうか。親心？お嬢様と一緒にゲームをする、
そんな素敵なご友人もできました。やはりもう私は、だから少し寂しくもあるんです。吉野さん、まあこれが当然の結果ってやつだな。はあ、気づかないの？わざと負けてあげたのよ。あ、なんだと？ほら、そうやってすぐムキになる。私は子供じゃなくて大人の女なの。ふん、料理もできないくせに何が大人の女だよ。できるわよ、料理くらい。だったら作ってみろよ。いいわ、見せてあげる。それじゃあ食材を買いに行きましょう。次は UBX のスーパーよ。それじゃ買い出しに行きましょう。あ、リエも一緒に行きます。どうしてよ。琴美さん一人じゃちょっとだけ心配ですから、一緒に行きましょうね、琴美さん。もうお嬢様なんて呼べないな。これでお買い物も大丈夫でしょう。二人ともどうしたんだ。ざっとこんなものね。素晴らしいです、お嬢様。ちゃんと食材が買えたのですね。ええ、当然じゃない。でしたらやはり私は。吉野、何が言いたいの？ですから私は。私にはね、吉野が必要なのよ。吉野がいなきゃ何もできないのよ。おい、こと朝日、口を挟むな。レイジ。あの、お嬢様。何よ。今日は一日お嬢様にお付き合いいたしました。それがどうかしたかしら。ですから最後に私にお付き合いしていただけないでしょうか。あら、行きたい場所があるのかしら。はい、ございます。どこよ。お嬢様の妄想宮でございます。え、すべての妄想がお亡くなりになる前にもう一度お嬢様の世界を見させていただきたいのです。どうして。お嬢様が私を必要としてくださるように、私にもお嬢様が必要なんです。それを確かめたくて。あら、そう。だったらいいわ、さっさと行きましょう。どうして妄想宮なんだ。セーブされますか。お間違いなさらぬように。妄想宮ですね。セーブポイントですし、休憩になさいますか。敵がいらっしゃいました。お気をつけください。敵を発見です。どう対処いたしましょう。敵を発見です。どう対処いたしましょう。楽に行こうって。私もお手伝い。ゲージがたまります。もう一度やるぞ。壊れはまだまだ無いです。焦ってる隙はあなたはいいわよ。あら、あら、結構な数ですね。飛ばしてくぜ。私もお手伝いいたします。これでもゲージがたまります。本気だ。やるな。
決して油断なさらない。やだよ。敵を発見です。や敵は3名ですね。お料理しちゃいましょうか。戦うことは得意なのですが、まだまだ行くわよ。扉がありますね。お分けになる。敵を発見です。どう対処いたしましょう。敵を発見です。どう対処いたしましょう。あらあら、敵さんがお散歩のようです。扉がありますね。お分けになります。敵を発見です。まあ敵が複数名。飛ばすです。戦闘は我らです。ゲージの弾が放送解放されますか。敵がいらっしゃいました。お気をつけください。この先に進まれるのなら。敵を発見です。1名のみです。倒してしまいましょう。ごめんね。あらあら、敵さんがお散歩のようです。これでも敵は1名のみ。先手はこちらのようです。敵を発見です。どう対処いたしましょう。敵がいらっしゃいました。お気をつけください。セーブポイントです。こまめに記録しましょうね。扉がありますね。ここで最後よ。どう、満足したかしら。はい、満足いたしました。それで分かったのかしら、どれだけ私が吉野を必要としているか。はい、はっきりと分かりました。ならこれからもそばにいなさい。いえ、それはできません。どうして。私はお嬢様に必要とされて本当に嬉しかった。心から嬉しかった。だけど違ったのです。どういう意味を。本当は違っていたのです。お嬢様が私を必要としていたのではなく、私の方こそがお嬢様を必要としていたのです。おい、どういうことだ。答えにたどり着いたってことさ。ねえ吉野、これは一体どういうことなの。お嬢様は私を必要としてくれた。だからこそ私は生まれることができたのです。お嬢様がいなかったら私は存在することすら許されなかったのです。嘘よ、そんなの。だってずっと一緒だったじゃない。はい、ずっとご一緒でした。私とも、そして妄想が侵食する世界とも。それじゃあ私が妄想に気づけたのは吉野がいたからだって言うの。でございます。どうしてよ、どうして吉野なのよ。
それはきっとお嬢様が寂しかったからでございます。そしてもう私という存在は必要なくなりました。お嬢様にはたくさんのご友人ができました。ですからきっともう大丈夫です。いやよ、どうして。どうか終わらない今日が終わる前に私を壊してください。ねえ、なんで。きっと私が存在していたらお嬢様はずっと現実と妄想の狭間で揺れるでしょう。そして終わらない今日が終わったら私が妄想であることも忘れてしまうでしょう。ですから今しかないのです。どうか私を壊してください。そんなの嫌よ。だってまだプレゼントだって渡せてないのに。でしたらそのプレゼント今ここでいただけないでしょうか。ないわ。だってまだ買えてすらいないのよ。買う必要なんてございませんよ。だって私が一番欲しい贈り物はお嬢様の独り立ちなのですから。そんな。私が消えお嬢様が独り立ちをする、それが私のメイドとしての最後の務めです。よしの。お嬢様、これは最初で最後のわがままです。最高のプレゼントをいただけないでしょうか。本気なのね。はい、私はいつでも本気です。わかったわ。ありがとうございます。お嬢様、私から最初で最後の最低で最高のプレゼントを送ってあげる。朝日、構えなさい。いいんだな。ええ、派手に行きましょう。一生忘れられないくらいにね。一名のみですね。すぐに終えられる。これが本気だ。さあ、ミズキ始めましょう。ここからが本番です。 20G かけるのそのまま決めましょう。 50G の進化です。素晴らしい動きです。行きます。その時こんな対戦があります。 99B と聞こえます。言葉にできません。できるんだ。これでどうかしら。ありがとうございます。お嬢様、一生忘れられない素敵なプレゼントになりました。それじゃあ最後に私の命令を聞いてもらおうかしら。はい、何でしょうか。終わらない今日が終わるまでずっと私のそばにいなさい。はい、それが最後の命令よ。
もちろんですよ、お嬢様。だって私はお嬢様のためのメイドですから。こちらの扉からお戻りになセーブされますか？お間違いなさらぬように。